おう、ええとこに来てくれたわ。これから買い出しに行くんやけど、一緒に行かへんか？よっしゃ、ほな行こうか。明日のお好み焼き対決に備えて、お好み焼きの食材をな。いや、大体大丈夫やねんけど、やっぱ自分の目で確かめた食材使いたいやん。ちゅうわけで、この辺でそういうの売ってる店教えてくれへんか？そやな、まずはキャベツやな。よっしゃ、まずはそこからや。ああ、十分や。ええとこ教えてくれて、ありがとうな。ああ、そっちの荷物重いやろ。俺が持つわ。何言うてんねん。荷物持ちは男の出番や。ところでな、もんじゃ焼き焼くのを見てて思うたんやけど、ガスの火力ちょっと弱ないか？今日の会議でお好み焼きもメニューに入れることになったやろ。お好み焼きの場合はもうちょっと火力上げた方がええねん。そうしてくれるか？鉄板？ああ、そういえばそんな話聞いたことあるな。そうやな、そうしてもらえるか？それは別に構わへんやろ。学園祭当日に間に合うたらええねんから。ああ、頼むわ。それにしてもよう気がつくな。謙虚やな。ま、これからもよろしゅう頼むわ。